陸港での小規模な武力衝突の後、諸葛亮は呉のロシクと対談。ロシクが語る呉の内情に理解を示すと、互いの命を再確認した。その後、ロシクの尽力もあり、蜀と呉の関係は修復。対宗義の戦略をはじめ、多方面で協力を得られることになった。これを受け、諸葛亮は孫呉と協力しての南中平定を計画。皇庫の憂いを断ち、万全の体制をもって義に挑もうと考えた。そこへ思いがけないものから奇策が呈される。猛将義援が南中平定と同時の長安吸収を提案したのである。大々的に南中へと進み、義の注意をそちらに向けた上での電撃戦。この策は著書らに高く評価され、諸葛亮の承認を得るに至った。かくして義援、著書、馬長、宝刀が熱く静かに長安へ駆ける。よ、現直だ。とりあえず行こう。驚いたよ、義援。君からこんな策が出てくる。いや、褒めているんだ。この長安奇襲、実にいい案だよ。義は今、蜀呉の南中攻めに注目している。俺たちに北を攻める余裕はないと、そこに貨幣で速攻をかける。まさに戦長引く、民苦しむ。ああ、君は心強い忠臣の一人だ。今天水を守っているのは京尉って将だって。麒麟寺なんて呼ばれてるらしいよ。麒麟寺ってご大層な呼び名だよね。もしかしてこの策も見破られ。長安を抜けた先には道館がある。俺がかつて曹操と戦い、いや、あの敗北があるからこそ今の俺がある。人生とはわからんものだ。今回は留守かと思ったら長安を奇襲とは驚きました。まあ、義の奴らはもっと驚きますよね。この策、長安を落とし、漢中と巨匠を分断する。この楔が打てれば乱世の終わりを早める妙手。私もこの戦、諸葛亮からお使いを頼まれてね。敵の将、なんでも相当な治癒の持ち主らしい。さて、うまくいく。長安を守る加工房は城内にいる様子。まだ奇襲には気づいていないでしょう。城の裏口までは私がご案内いたします。そこから先は、ただ城内には私の妹がおります。妹なら内部の手引きもできましょう。どうか、ずうずうしいお願いとは承知しております。それでもどうか、どうかお願いします。安心してくれ。妹さんは必ず助けるよ。ありがとうございます。このご恩は決して忘れません。義の増援が来ているとの報もございます。さあ、急いで参りましょう。奇襲ってのは速さが命さ。さあ、さっさと長安を制圧しちまうよ。なあ、分かっている。俺も全力を尽くそう。ここでな。
つまらない謙遜はもうやめにしときなよ。ちょいと待ってろ。今なら協力してくれる娘さんが門を開けるよ。私にできるのはそこまでです。長男には僕のことよろしくお願いします。あの娘さんの妹さんは城内にいるそうだよ。助け出して協力をお願いしようか。敵が紹介しているが、協力者を探すには彼らを倒さなければ。この俺が相手だ。注目している将だな。職に向かいたいが、まずは戦うしかないか。お前たちどこから来た？敵はすぐそこまで来ています。私がここを守りますので、バジュン殿は先へ。くれぐれもよろしく頼むんだぞ。しても遅いぞ。脅威殿の命令だ。貴様らはここで撃つ。こんな状況でも策があるのか。さすがだ、孔明が見込むだけは。ここでな。つまらない
そがもうやめにしときなよ。うまくいくかね。逃げたキリンジを見て敵はどう思うやら。なるほど、シゲン、君の考えが読めた。じゃあそろそろバジャンを撃ちに行こうか。敵の侵入路を抑えておいてくれ。了解、任せといてよ。これで今日も孤立したろうね。じゃあそろそろ仕上げていこうか。
けを待つしかないか。助かったよ、現直。お前さんは文武両道、羨ましいね。馬順はあんたを見捨てたみたいだね。お前さん当然だ。私は義の将、最後まで戦い抜いて死ぬまでだ。諦めてくれ。の負けだ。さあ、この首持っていけ。じゃあ遠慮なく。でも胴体につながったままでね。何？どういうことだ。職に来いということだ。俺たちは皆劉備殿に惹かれて集まった。お前も来い。義の将、今日白薬は今死んだ。この命あなたたちに預けよう。工房の元へ行こうにも道がない。何か手はないものだろうか。この付近に武器庫があります。その中の兵器を使えば道は開けるでしょう。今日白薬だ。門を開けてくれ。戦は知略でするものぞ。おい知るがよい。私の知略が破れようと。敵将討ち取った。見事な戦いぶりです。これで兵器を使えるようになったね。では目的地まで運ぼうか。出してやがれ。壊せって言ってるぜ。遠慮、本部から援軍がやってきました。お気に入りよ。葬儀の増援は私たちが相手をします。皆さんは目の前のことに集中してください。なんという武勇。いい戦ぶりだ。よくやった。お前の地位、日々磨かれているな。これで中へ進めるね。さあ、加工房のところへ行こうか。なんでこんなところに敵がいるんだ。遠慮、さらに敵増援が到来しました。ここにいるはず。今度こそ会えるかしら。遠慮、さらに敵の増援が到来。率いているのは
敵軍師閣下のようです。花工房殿がやられてしまったのか。あまり楽しくない情報だね。思った以上に早く肩がつきそうだ。なんちゅうこの二面展開、順調に進みそうだな。今二軍の指揮を取るのは閣下。加減はできない。奴を撃って長安を制圧してしまおう。これは旗色が悪いね。仕方ない、ここは引くしかないな。よし、これで長安は制した。この戦、俺たちの勝利だ。